はい、なんです。今日はコンサル生さんとお話ししていて、褒め方について話題になったんですよね。で、意外と人を褒めるのが下手な人っていうのが日本人、特にですね、日本人に結構いて、もしかしたらちょっとこういうお話もしてみたら役に立つのかなと思って、音声とってます。で、今日は効果的な褒め方3つってことで、まず1つ目ですね。人と比較して褒めないってことですね。例えば子供とかですね、褒めるときとかもですね、結構役に立つのかなと。チームとかですね、を褒める場合もですね、役に立つのかなと思ってお話してます。で、比較しないってことですね。で、2つ目が結果ではなくプロセスを褒めるってことですね。で、3つ目が陰で褒めるっていうことです。本人の前ではなくて陰で褒めるっていう感じですね。で、1つずつ簡単にお話したいと思うんですけれども、最初のですね、人と比較して褒めないっていうことですよね。例えば、会社の、チームとかですね、部署とかそういう中で、特定のですね、一人営業マンとかですね、よくできてる、頑張ってる、営業マンとかですね、スタッフを褒める場合に、例えばですね、やっぱ、君が一番できるよねとか、要は一番頭が回るよねとかですね。要は誰かとの比較を前提として褒めるっていうのは、できれば避けた方がいいっていうことなんですよね。っていうのもやっぱりですね、比較してるってことは、褒められてる本人はいいんですけれども、やっぱりですね、誰かダメな人がいるっていう前提ですよね。その誰よりもとか一番とか、あなたが一番何々っていうのは。なので、やっぱりですね、これっていうのは、なんて言うんでしょうね、なかなかちょっと、心から喜びづらいんですよね、褒められてる方も。なので、やっぱりですね、比較せずに、シンプルに褒めるっていうのがいいのかなというふうに思います。で、2つ目ですね、結果ではなくプロセスを褒めるところですね。で、やっぱりその頑張ってるよねとかですね、努力してるよねっていうところで、結果だけで褒めるとですね、本当に結果が出せなかった時にまためげれてしまうっていうのもありますので、やっぱりプロセス自体、努力自体を褒めてあげるっていうのはすごく大事なのかなというふうに思います。特に結果にこだわるっていうのも大事ではあるんですけれども、その人を褒める場合はですね、あんまりその結果重視でいかない方がいいのかなというふうに思います。なかなかその目に見える分かりやすい結果を出すっていうのは難しいですよね。なので、その努力自体をですね、褒められると相手もすごく嬉しいということになりますので、そのプロセス、過程を褒めてあげるっていうのは大事かなと思います。あと3つ目はですね、本人の前ではなく陰でこっそり褒めるっていう方法ですね。これこそ褒めって呼んでるんですけれども、例えばその本人がですね、褒められてることを別の誰かから聞くっていうのはものすごい嬉しかったりするんですよね。上司の何々さんがあなたのことすごくこう褒めてたよっていうようなことを言われると、すごく嬉しいですよね。本人から言われてもちろん嬉しいっていうのもあるんですけれども、人の口から言われるとですね、嬉しさが倍増するっていうのがあって。これ逆に言うと、例えば陰口とか言われるとすごくショックですよね。こういう陰口を何々さんが言ってたよっていうとものすごいショックですよね。本人から言われるよりもショックだったりすると思うんですけど、その逆でですね、陰口ではなくこっそり褒めるってことですね。これはですね、嬉しさが倍増になるので、すごくいいのかなっていうふうに思います。あえてこれをするっていうのもすごく、上手に使ってる人は結構いますね。そういうリーダーっていうのは結構いますよね。本人の前で、褒めると、人によってはそのなんか、なんかおべっかというかですね、こうなんか、お世辞のように聞こえてしまったりする人、受け取る側もそういう人がいたりするんですけれども、陰で褒められるとですね、そういうのがなくて、素直に嬉しいって思えるんですよね。なので、このこそ褒めっていうのも、すごく、褒めるのが苦手な人はですね、直接褒めるのが苦手な場合とかですね、より効果を出したい場合は使ってみるといいのかなというふうに思います。意外とですね、褒めるっていうのはなかなか身についてない人も結構いて、
まあ、昔ベストセラーになった「夢を叶えるぞ」とかですね、ガネーシャ、その主人公のガネーシャが言ってたんですけども、呼吸のように褒めろと、人のことは呼吸のように褒めろっていうふうに言ってるんですけども、まあ、要はもう当たり前のようにですね、褒めるのを習慣にしろってことですよね。で、本当にですね、人を褒めるとですね、ものすごいいいことが自分に、起きます。もちろんそれを聞いてる自分が一番いい潜在意識に入ってるんですよね。例えば潜在意識ってよく言われるんですけれども、主語を認識できないっていうことなんですよ。例えば、何々さんの悪口を言ってても、あなたの本人ですねの悪口を言ってるように聞こえてしまったり、逆に言うとですね、誰かを褒めてる場合は、あなた自身を褒めてる、自分を褒めてるように聞こえるんですよ、潜在意識的には。なので、誰かを褒めることで、常に自分を認めている、褒めているっていうことが繰り返されるんですよね。で、自分が一番効いてるので、そして潜在意識に繰り返されるってこと、繰り返されることは潜在意識に落ちやすいんですよね。なので、口にするとかですね、書くとかですね、まあ、そういう、ことですね、聞くっていうことを繰り返していると、潜在意識にどんどん落ちていくと。で、人を褒めているのが習慣に、褒めるのが習慣になっていると、あなた自身を認めることをずっと繰り返しているので、ものすごいいい影響がある。自分にも自己肯定感も上がりますし、自信もついていくというふうになるので、このですね、褒めるっていうのは本当にぜひガネーシャの言うようにですね、習慣にした方がいいのかなというふうに、思います。まあ、ということで、ちょっとしたこういうコミュニケーションのですね、自分の経験の中でプラスになったこととか、自分も実践していることとか、そういったことも、まあ、少しずつ発信していこうかなというふうに思います。海外でのですね、有利な、身内案件、投資情報とかですね、あと日本と海外と2拠点生活とかですね、どの場所にいても収入を得るためのネットビジネスの構築法とか、そういったものに興味あれば、下にある説明欄の方からですね、無料のメールマガジン公式 LINE 登録いただいて、お気軽にご相談いただければと思います。いつもありがとうございます。